わあ、バーバラにはポップコーンがたくさん。ラッキーだね。ニックの方は少ないけど大丈夫。ジュリーは一番運が悪いよ。ジュリーから始めて。ちょうどいいこと思いついたの。ピンセットはどこ？そう、これよ。パパッと美味しく食べれたわ。いいね、次は僕。ポップコーンを素早く作っちゃうよ。ニックってコックさんだったんだね。レシピをメモしてね。フライパンを用意して、そこにポップコーンを入れるよ。数分待ったらお楽しみください。すごい爆発、みんな気をつけて。ニック、本当に爆発的なレシピだね。私は自分なりのレシピで作るわ。コーラにタバスコソースを入れて、それを友達に飲ませるの。何これ、なんでこんなに辛いの。あー、そうそう、それよ。ニック、ありがとう。おいしい。バーバラとニックの目玉グミの数を見て。ジュリーには一つしかないみたい。少ない。はは、運が悪いね。ニック、一応言っとくけど、冗談は場違いだよ。戦わなくていいじゃないか。仕返ししてやるぞ。ニック、また何か企んでるの。ケチャップを目につけてる。恐ろしい。ジュリー、僕の目を食べていいよ。これって本当にあなたの目？そうだよ。あー、やめて。バーバラ、気をつけて。ニックの目を食べちゃったみたい。助けてあげるよ。あ、気をつけて。何これ。あー、目だ。みんなすごい冗談ね。今度は私の番よ。美味しすぎていつまでも食べてられるわ。あー、すごい食欲だね。今度は僕の番。高速モードオン。おいしい。すごい、ニック、一気に食べたね。みんなと分けたら。みんなお腹が空いてるよ。一個だけでもいいからお願い。やだ、僕の。ニック、目玉グミは一度にたくさん食べちゃダメだよ。もう手遅れ。これで何でも見えるね。こんなにたくさん食べられないわ。どかして。一本だけ、簡単だよ。何これ。みんなしっかりして、大丈夫だよ。まずは私からね。それは種だよ。食べるんじゃなくて植えるの。気をつけて。バーバラ、適当に投げないで。今植えるからね。育って。なんで育たないの。バーバラ、少し待って。そうすれば育つよ。じゃあ僕からね。味を感じないように早く食べるのがポイントだよ。あ、まずい。早くこの味を消さないと。これだ。借りるね。水をあげないと。育って。地震だ。隠れて。大丈夫だよ。バーバラの種が芽を出しただけだから。これでバーバラはブロッコリーを手に入れたよ。まずい。ブロッコリーは嫌いなの。最悪。バーバラ、顔を洗った方がいいわよ。あなたはブロッコリーを食べた方がいいわよ。ブロッコリーは嫌だ。でもどうすればいいか、いい考えがあるわ。ジュリー、嘘をついたら痛い目に遭うことは知ってるよね。ニックはすでに何か企んでるよ。あー、美味しかった。もっと食べて。最悪。次回はズルしないでね。フライドポテトだ。美味しいからみんな大喜びだね。あ、ジュリーは1本しかないからあまり嬉しそうじゃないね。美味しいわ。でも少ない。もっと欲しい。今度は私の番よ。バーバラ、少しちょうだい。何よ、せめて1本。もちろん。はは、信じたの。やったわね。仕返しするわ。
ーバラのケチャップをすごく辛くするの？すごく残酷。あれ？熱い。すごく辛いわ。僕は関係ないよね。それでいいのよ。バーバラ、ちょっと冷静になって。ケチャップは触らないで。楽になったわ。よし、ケチャップはこれで十分。ニック、ちゃんと見てないとフライドポテトがなくなっちゃうよ。え？すごく美味しいわ。ニック、ありがとう。僕のポテトを全部食べたの？これでどう？ニック、落ち着いて。次からは気をつけるんだよ。わあ、大きいプリングルズ。ニックは運がいいね。バーバラの方はなんかピラミッドだよ。ジュリーはポテチ1枚、しかもすごく小さいよ。いいこと思いついた。この方がいいわ。おいしい。ニック、今度はあなたの番よ。え、開かない。歯を折らないように気をつけてね。こういう時のためにノコギリがあるんだ。気をつけて、私たちを切らないで。すぐに開けられるよ。見て。ニック、口を大きく開けて。チップスが飛んでくるよ。やっとだ、おいしい。危ない、ニック、伏せて。あ、ニック大丈夫？大丈夫じゃなさそうね。まあいいわ、自分のポテトチップスを食べ始めるからね。バーバラ、すごい食欲だね。投げるときは気をつけて。おいしい。何を逃したの？バーバラが空爆を起こしているから、ニックはテーブルの下にいてね。準備できてるんだね。ニックはできてない。工事中ですのでご注意ください。バーバラ、ちゃんとタワーを押さえて。うまくいったね。さっきのなーに？ジュリーはまた運が悪いね。ニックはスキットルズのお皿。すごい。バーバラの方には全色のスキットルズがたくさんあるよ。こんな小さいの一粒。静かに。いいこと思いついたわ。ジュリー、うまくいくかどうかはわからないけど、やってみる価値はあるね。すごい。この方がいいわ。すごい。あー、美味しい。最高よ。一生食べてられるわ。すごい。ニック、あなたの番よ。見て。わー、すごいね。でも、もっと練習した方がいいよ。あ、僕のスキットルズ。でも、たくさんスキットルズを持っている人を知ってるよ。バーバラは気に入らないと思うよ。気づかれなければいいんだよ。手を離して。全部私のよ。どの味から始めようかな。これかこれ。いや、これがいい。決められないわ。あ、そうだ。何それ。これで色を選ぶわ。やってみましょう。何色になるかな。緑から始めます。オーケー。美味しいわ。スキットルズ大好き。一度に全部の味を食べたいわ。中には何が入ってるんだろう。何これ。うわー、すごい。すごい、すごい。巨大なスキットルズのキャンディーだね。すごく大きい。そしてきっと美味しいんでしょうね。そうだよ、本当に美味しいよ。あ、サプライズもある。みんなの分もあるから手を出して。トゥイックスだ。いいね。 What? OK。 みんな早く食べたいみたい。私が先よ。
気をつけて。いいこと思いついたわ。許して。ジュリー気をつけて。誰も傷つけないでね。できた。あ、すごく美味しいわ。いつまでも食べていたい。ジュリー、不潔だよ。すぐに顔を洗って。次は私。すごいかっこいい開け方。いいね。美味しいわ。でも何か物足りないわね。温かい牛乳があればバッチリよ。本格的なミルクシェイクだね。最高の組み合わせよ。今度は僕。トゥイックスでできた壁だね。今から壁を修理するよ。材料はどこ？必要なのはヌテラ。本物のトゥイックスでできた高層ビルを作るんだ。ニック、トゥイックスから目を離さない方がいいよ。どうなってるの？ダメだ。ニック、怪我はない？ヘルメットがあるから大丈夫。一番目に回すのは僕ね。やった、アイスがたくさんある。夢みたいだよ。今度はケイト。目が回ったわ。何かな？ Oh, no! なんで私なのよ。唐辛子って辛いじゃない。美味しいケーキが感じられなくなるわ。確かに唐辛子が乗ったケーキって恐ろしいね。でも鮮やかで美味しいアイスはいいトッピングになるよ。アイスをケーキの上にそのまま乗せようと思うよ。ビンゴー。あとはケーキをもっと高くしたい。アイスクリームがもっともっと必要だよ。ほらね。わあ、すごい。味だってすごく美味しいはずだよ。食べてみたら感想を教えるね。わあ、思った通り美味しいよ。ケイトも食べてみたい？欲しい。欲しいの？でもあげないよ。自分のケーキがあるでしょ。 OK。 Come on！ 早く食べて。火事にならないといいんだけど。トム、幸運を祈って。口の中が燃えてるわ。大変よ。もう食べない。こんなのただのいじめよ。そうか、それなら罰ゲームルーレットを回すよ。どんな罰ゲームになるかな。ダバスコソースだ。これでケーキがもっともっと辛くなるね。なんてことしてくれたの。ケーキが赤くなったじゃない。燃えちゃうわ。火事が起こったらトムのせいよ。辛すぎて何も感じられないわ。あはは、耳から蒸気が出てるよ。私飛んでくみたい。どこに？ケーキはどうするの？今回は私たちが自分でルーレットを止めるのね。目をつむって止めるわ。マヨネーズとピクルス？私が作りたいのはサラダじゃないんだけど。残念だね。僕はラッキーだと思うよ。お菓子がいいな。ずるいじゃない。やり直しよ。ずるくないよ。ケイトが邪魔するなら罰ゲームルーレットを出すよ。僕のチョコレート菓子はどこ？ヌテラとブエの大好き。私はすごく高カロリーな食べ物を作らないと。
マヨネーズって油だけでできてるみたい。ヌテラは美味しいよ。一生食べてたいな。マヨネーズってケーキに塗りにくいわよね。すごく油っこいんだもん。いいこと思いついた。ヌテラだって塗りにくいけど、ちょっとずつ塗れば大丈夫だよ。見ててね。すごく美味しそう。OK。あとはヌテラを伸ばすだけ。そうすればどこから食べても美味しくなるよ。私も食べてみるわ。あ、顔がチョコだらけになった。やった、美味しいものが食べられる。もう何なのよこのマヨネーズ。やっとできたわ。でも見た目がビンゴー、なんか完璧じゃないような気がする。どこがダメなのかな。その間に私はマヨネーズを伸ばしとくわ。わかったよ。上の層をもっと薄くすればいいんだ。何これ、マヨネーズ。誰のせいか分かったぞ。ケイトのせいでケーキが台無しだよ。なんてことしてくれたの。僕の邪魔をするからそうなるんだよ。外すの手伝ってよ。ごめんね、時間がないんだ。チョコレートをトッピングしないと。すごく大切なことなんだよ。これで完璧。ピクルスはどうしよう。手だって使えないから難題ね。見て見て、すごく大きいチョコレートケーキができたよ。私も欲しい。ちょっと食べさせて。私も分けてあげるから。デートのケーキなんかいらないよ。僕のだけで十分。すごく美味しい。みんなも同じようなケーキを食べてみな。気に入らないとは思うけど、私も食べないと。すごい顔だね。最悪なケーキよ。今度は何かな。わあ、バタ菓子だ。やった。私も何か美味しいものだといいんだけど。え、ろうそくじゃない。ろうそくを食べないといけないんだね。見るの楽しみ。僕はバタ菓子を食べるよ。ヒゲを作って遊んだりもできる。アゴヒゲも作れるわよ。僕は海賊だよ。やっぱりバタ菓子って最高。美味しいし楽しい。そうね、私も食べてみるわ。いいでしょ。美味しい。美味しいだって。返して、僕の綿菓子を食べないで。ケーキのトッピングなんだからたくさんないと。唐辛子って粘土みたいに使えるんだよ。ウサギとかアヒルを作ればすごくいい感じのケーキになるはず。すごくかわいいでしょ。食べる時が来たよ。やっぱり美味しい。ろうそくがあるケーキっていいけど、どうやって食べればいいの。火を打ち消すだけでいいんじゃないの。でもいい感じね。そうだね、いい仕上がりだね。ろうそくに火をつければもっと良くなるわ。これで火が消せるね。面白いと思うの。感知器が反応したじゃない。あ、私たち濡れちゃうわ。僕はなんてことを。何も見えないよ。全部トムのせいよ。ケーキが無事でよかった。僕のは無事じゃないよ。でも美味しい。私も食べてみるわ。ろうそくの味は感じるけど、ケーキはそれでも美味しい。
約束ね。私はこの仕事が大好きよ。一日中座っててもいいし、刀で戦う練習をしてもいいわ。こんにちは、健康診断を行いに来ました。まずその中身を見せてください。ああ、こんな医者はいらないです。出てってください。健康診断は絶対にしないと。私を中に入れたくないならあなたを見ますよ。この艦長を使います。さあ、ズボンも脱いで。あ、いや、やっぱり囚人を見てください。彼は病気みたいですよ。ここです、先生、どうにかしてください。え、あ、本当にお腹が痛いです。本当に病気みたいですね。では失礼します。これで安心して艦長をしてください。見て、アンディ、バディを連れてきたよ。何も間違えてないといいけど。どう？あなたのバディ？バディ？違う、猫だよ。僕のバディは。ごめん、少し勘違いしちゃったみたい。でも心配しないで、また来るわ。早く出てって。僕は猫アレルギーなんだ。大丈夫よ、ちょうど必要な薬が入った注射器があるの。注射をすればいいでしょ。いや、注射はいいよ。子猫を追いかけな。じゃないとヤバいことになるよ。僕は大丈夫だから。おいしいランチの時間よ。え、なんで猫が？どうやってここに来たの？子猫ちゃん、ごめんね。出て行ってもらうわ。どっか行け。あ、見つかっちゃった。ハワリさんが気を取り戻す前にここを出よう。次回は他の変装をするわ。こんにちは、お掃除をしに来ました。通してください。いいえ、まずはあなたのことをよく見ないと。危険なもの、違法なものを持っているかもしれませんよ。バカなこと言わないでください。キットカットはいかがですか？あ、ありがとうございます。でも仕事の方が大切ですからね。バケツの中も見てみます。バケツの中ですか？何もないですよ。どうしよう。いい加減にしてくださいよ。ここ以外にも掃除しないといけないところがあるんです。邪魔しないでください。あー、まあいいですよ。少なくとも綺麗になりますよね。ありがとうございます。バディを見つけたわ。3匹も。3匹？でも彼は1匹だよ。そんな、金魚は3匹もいたのよ。魚？魚のことをバディって呼ばないでしょう。これは僕のバディじゃない。あ、静かに、おまわりさんが来るわ。魚を隠して。どこに？あ、そうだ、トイレに隠そう。水があるから安心だよね。疑わなければいいんだけど。何ですかこれ？なんで水たまりがあるんですか？なんでこっちに来たんですか？私はトイレに行こうとしてたんですよ。あー、ごめんなさい。すぐにここを出ます。バディが見つかるといいんだけど。彼がいないと僕はダメになる。バディに会いたい。無事だといいんだけど。こんにちは、私の名前はジェリーです。電気製品の点検に参りました。大丈夫ですね、通ってください。どうぞ。あ、待って、まず私の椅子を見てもらえますか？壊れてるんですよ。これじゃあ座れません。椅子ですか？あー、よくあることですよ。簡単に直せます。ガムテープが使えます。ガムテープ？どうぞ。また安い修理屋さんに依頼したのね。通ってください。ちょうど照明がおかしくて。この電球をねじ込んでください。もちろん楽勝ですよ。あとはどうやってアンディの方に行けるかね。あ、そうね、壁に大きな穴を開ければいいんだわ。ハンマーが使えそうね。刑務所の壁は太いわね。でも大丈夫、ドリルがあるわ。あれ、おかしいな。こうするしかないわ。あ、これならいける。どうしたんですか？
心配しないでください。電球をねじ込んでいるだけです。やっとアンディがバディに会える。バディはどこ？この穴を通れるわけ？え、ネズミだ！どうしたんですか？なんで壁の中にネズミがいるの？手遅れになる前に逃げましょう。こんばんは。危険な犯罪者を見つけました。イタチです。独房に入れてください。うわー、なかなか捕まらなかったやつですね。どうぞ、独房はあそこです。あれ、私のバナナは？ん、何が起こってるんだ。ジェーン、バディを連れてきたの？そうよ、ほら、バディに会えて嬉しい。バディ、これは不気味なイタチじゃないか。俺のバディじゃない。もううんざりよ。かわいそうな私、かわいそうな動物たち。ん、何が起こってるんですか。警官じゃないのね。あなたにも罰を与えないと。あれ、私の銃はどこ。このイタチは泥棒の達人みたいね。何よ、失礼じゃない。行かなくちゃ。失礼ですが脱獄させていただきます。待って、絶対に追いつくわ。いや、そうはさせないぞ。ご飯を渡さないわよ。このバナナを一日中食べてなさい。召し上がれ。通してください。囚人のために食事を持ってきました。動物はいませんか。先日はイタチを連れてきた人がいたので。食事の中に動物ですか。そんなのダメじゃないですか。ですよね。あ、チキンをもらってもいいですか。お腹が空いているんです。もちろん。ありがとうございます。やっとまともな食事ができるわ。あれ、この毛は何。わかったわ。アンディ、私よ。バディを連れてきたわ。本当？やっとだ。待ちくたびれたよ。2時間も追いかけたのよ。すごく足が速いウサギちゃんなのね。これは僕のバディじゃない、ウサギだ。僕のバディは。わかったわ。またあなたなんでしょ。動物？何の話ですか。その中にいるんでしょ。何言ってるんですか。そんなはずはないわ。絶対に誰かいるわ。さっき毛を見たのよ。ほら、誰もいませんよ。幻覚じゃないですか。幻覚？いいえ、私は絶対に見つけるわ。何の話ですか。私は何も見ていませんよ。いいウサギちゃんね。よく中に入れたわね。待って、どこ行くんですか。私はアンディに会いに来ました。私は彼の妻です。彼には小さな赤ちゃんがいるんですよ。赤ちゃんがパパに会いたいんです。赤ちゃんですって。もちろん、どうぞ。アンディは家族のこと何も言ってませんでしたけど。アンディ、私よ。今度こそあなたのバディよ。なんでバディが犬だって言ってくれなかったの。バディ、やっとだ。会いたかったよ。彼を貸して。待って、太ってるから入れないの。捕まえて逃げちゃうぞ。今度は何よ。なんで刑務所が動物園になったの。バンコ、どこ行くの。ああ、助けて、殺されるわ。あ、アンディを外に出すチャンスみたいね。鍵ならここにあるわ。ここから出してくれるの。うん、でもその前に正しい鍵を見つけないと。あ、落ち着かせる方法がわかったわ。ソーセージ食べる？食べるわよね。さあ、行きましょう。
あんたも刑務所行きよ。あれ、何をしてるんですか？何もしてないです。立ってるだけです。バーディ、これからは飼い主と一緒にいるのよ。一緒に牢屋に入りなさい。よかった、バディ。やっと会えたね。私は家に。いいえ、刑務所を動物園にしようとしましたよね。あなたにも罪を償ってもらいます。これで誰も寂しくないですよね。私はランチに行ってきます。これでやっと安心。